すげえ汗滴ってんじゃん。じゃあ、はっはっはっ。おとらもくどももねさま、ごきげんよう。ゴールド。はい、ということで、今回はね、こちらの DS のゲーム、デュエルラブ、恋する乙女は勝利の女神をやっていきたいなと思います。ということで、今回はね、俺も恋する乙女になっちゃおうかなと思って、勝利の女神になるから、今回はね。でこのデュエルラブなんですけども、ヘブン状態っつって、なんかめちゃくちゃ一時期ね、話題になったゲームらしいんだけど、俺はよく知らねえ。ということでやっていきましょう。初めから。よろしくな。よろしくな。慶応学園に転入希望の方ですね。では、こちらの書類に氏名の記入をお願いいたします。名前をまず決めろと。じゃ、名前はね、ムールガイコでいくわ。ムールガイ。2年 D 組ムールガイコ。いじめられんだろ、さすがにムールガイコは。ラウンド1。学園の秘密。ちょこ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 。転校してきたんだな、ムール外交は。お、やってきた、やってきた。ねえ、まばらだな。全然いねえじゃねえかよ。すげえ、なんなの、この描写は。ねえ、意識が混濁していくような感じになるけど。ホームルーム始めるぞ。先つけ。いや、3、4人しかいなかっただろ。学級閉鎖だろ、これ。ムール、早速で悪いが、自己紹介頼む。この辺でざわつくだろうな。ムール。あ、すげえ、いっぱいんじゃん。はじめまして、ムール外交です。今日からこのクラスの一員として仲良く過ごせたらと思っています。みんな脳裏によぎったでしょ。こいつと仲良くできるかなつってね。よろしくお願いします。無反応じゃねえか。まばらだな。拍手もねえ、見る限りうぞうむぞうしかいないから大丈夫これね。えそこら辺のさ、メガネ3人衆、メガネ4人衆、あれ何なの。あれ印象悪くはならずに済んだみたい。印象今最底辺だからな、お前の印象は。ということでね、俺の学園生活が始まったわけだが、ねえねえ、ムールさん。ねえ、新しい友達ができましたから、一緒にジュース買いに行こうよ。ねえ、ジュースくらい一人で買いに行けよ。なあ、話しかけんじゃねえよ。ついでに校舎を少し案内してあげる。まだよくわからないでしょ。まあそんなの自分の足でな、覚えるんだよ、そういうもん。こういう感じなんだ。移動先を選択してください。廊下。廊下に出んのもこんな選択しなきゃいけない。右手がうずく。何ははなにこれ、上と下でくっつけなきゃいけないシステムなの。あ、そういう感じ。今俺のね、パソコンに映ってる画面からだと凄まじく胴体切り離されてんだよね。大丈夫かなこれ。ごめんなさい、後ろを確かめずに振り返ったから。首痛めたんかな、これ。請求もんだぞ。本当にごめんなさい。何も喋んないけど、もしかしたらさ、言語話せなくなってたのかな、今の衝撃で。何度も謝らなくていい。これかっこいいね。それより邪魔。ドアの前に立ちふさがってたら教室に入れないだろう。いや入れるだろう。なあ、避けろよ。避けることをまず覚えよ。転校生。あ、ムール外交です。今日からよろしくお願いします。ゆうきじん。いきなり名前名乗んのかよ。なあ、ゆうきじんじゃねえんだよ。またなんか新しいやつできたぞ。これこれじんちゃん、男はクールもええけどそれだけじゃあかんてなんとも言ってるやんか。あ、関西人か。うわ、あーイケメンじゃん。どこのどちらさん。あーかっこいい、こいつも。朝倉。朝倉。おお、噂の転校生。俺も D 組や。仲良くしてな。あ、こいつも D 組なんだ。ほんと、お話しかけるでもらえますか。セクハラで訴えますよ。そして約数日が経ち、何これ。地下格闘技場があんの。こいつじゃん。な、ひょろいな。あ、年に一度格闘大会ってのがあるんだ、この学校では。な、だからデュエルラブなの。闇のデュエルかと思った。出ました、結城選手の右ストレート。全然右ストレートしてねえじゃねえか。硬直した状態じゃねえか。殴られっぱなしのサンドバッグだぞ、それ。じゃあちょっと今から結城の控え室に潜り込みまーす、ね。あいつの歩き方がちょっとおかしかったから、直してやろうかなと。ボキってね、ボキって直してっから。おい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 、マジかよ。ムール、なんでお前が試合を見に来るの買ったけどな。ここにまで勝手に入ってんじゃねえよ。まあそりゃそうだよな。今生き字立ってるでしょ。なあ、ごめんなさいね。もう帰りますの。お、ついに来た？手当て？待て待て。ボディケア、手当て。体のタッチして彼の手当てをしましょう。赤くなっている内身をタッチし続けて冷やします。冷やしすぎに注意して。マジで？いいの？じゃあやるか。赤くなってねえぞ、どこも。どこも赤くなってなくねえか。あ、下の方ね。あ、うわ、赤くなってんじゃん。ちょっと待って待って待って。これ、組み合わせたらさ、ちょっと顔からさ、足が出てるみたいになっちゃってるから。これをこう、冷やせばいいね。あー、ちょっと、あ、ちょっと、険悪な風のした。冷やしすぎた。はい。はい。結構難しいな。言えよ、自分で。
ああ。そのまま頼む。え？何？あ、ダメだった？そのまま頼むって言ったのにさ、全然頼んでねえじゃねえかよ。なあ、もう出ててくれないか。え、こういう感じなんだ。いやもう俺はボディケアがしてんだよ。今回俺はボディケアがしたいがためにな、実況してんだから、早くしてくれないか。なんかね、今見たらこのデュエルラブのこのトップページにボディケアってのがあるんだよね。で、ボディケアができると、これだけで、おいおい楽しいじゃねえか。ちょっとボディケアしてこうか。いろんなキャラのボディケアできるからね。なんで全員さ、ちょっと感じてる顔になっちゃってんだよ。じゃあ皆さんが好きそうなこのショタッコにしようかね。一緒にいられるの？わーい、こういう感じのキャラでございますね。何これ、湯気をだって。湯気邪魔かな。だってマイクに向かって息を吹きかけ、邪魔な湯気を吹き飛ばしましょう。カレン気づかれないように注意しながら。何をやんの俺は。何をやらされんの。ちょっとマイクに向かって。ちょっと待って、喋ったらさ、湯気が、あ、喋っても大丈夫。喋りながら湯気を消していくと、ねえ、気づくでしょ普通に。いや、やべえな、これ。あ、バレる。いや、気づくだろ、普通。ねえ、気づくだろうよ。全然泡落ちてねえじゃん。俺、これ、マジでちょっとこれ、酸素がなくなっていくんだが。酸欠になるよ。次やったら目ですよ。あ、バレた。バレてもその程度しか怒られないのかよ。ちょっとこのメガネかけたね、おとなしそうな子にしようか。じゃあ汗を拭いてあげよう。うん、君になら拭いてほしいな。ボディケア、汗拭き。タッチペンをスライドさせて、彼の体から湧き出てくる汗を拭き取りましょう。たくさん拭いてあげれば、きっと彼も喜ぶはず。何をやらされんだろ、これも。うわ、すげえ、汗が、すげえ汗滴ってんじゃん。あ、すごいね。ここで OK だったら、これキラキラなのかな。いや、やばいんじゃん、これ。これがもしかして、ヘブンタイムか？これが来るんじゃないか。いや、すげえ、汗の量半端ねえ。汗の量が半端ねえから。そんな汗拭き取ってこんな感じることある？拭き方かな？拭き方結構雑だけどね。結構綺麗に汗を拭き取ってるぞ。一滴も垂らさずに汗を拭き取ってあげると。はい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 。いや、これ結構大変だな。結構、力使うな、このゲーム。気持ちよくなってきたかも。え？何？何が？あ、今ので OK だ。じゃあ次こいつにしようかな、朝倉くん。結構ボディケアマッサージ、タッチペンで矢印の上をスライドして彼の背中をマッサージしてあげましょう。順序マッサージすれば彼の緊張もほぐれるでしょ。何をほぐすの俺は。あ、こういうことか。ってけど、こういうことね、スライドさせんね。はい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 、ゲームじゃねえか、もうほぐすのが。やめろよその反応。ぬぐ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 言うな。ぬぐぬぐぬぐおもっ。あ、早い。ちょっと反応がやなんだけど。気持ちや。ああ、ヘブン状態なのか、これが。これがヘブン状態なのかな。でもマジ何やらされてんの俺は。ちょっとこの手が疲れる状態でよ。じゃあちょっとね、アルバムってのあったから、ちょっとアルバム見ていこうか、ね。この選択した瞬間にさ、上半身があらわになるスタイル、何なんだろうこれ。あ、こういう写真が見れるんだね。あ、こういうやつね、なるほど。はいはいはい。こんな格好してたのこいつは。何これ、王子様スタイルかな。いや、これはなんだよこれは。待って、不穏な画像があったんだけど、これ何、これ大丈夫こいつね。結構さ、いじめられたりしてないのかな。大丈夫これ、チャイナ服着てるけど。ちょっとまだね、ヘブン状態が見れてないんで、このままちょっと頑張ってヘブン状態見ましょう。ちょっと待って、こいつ首大丈夫、首とんでもねえ方向曲がってるけど。はい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 。いいんじゃないですか。このままやっていけばさ、ヘブン状態見れるんじゃないか。こんな感じなんだろう。なんかヘブン状態になると画面が変わるらしい。うん。ヘブン状態怖い。あ、この次か。この次だな。はい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 。あ、来た来た、ヘブン状態だ。こすれ、なになに、こすれ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 。はいはい。
そこ、とてもいいよ。何？背中がさ、赤く腫れ上がるまで最後にさ、ビンタして終わりなの？何なのこれは。ということでね、無事にね、デュエルラブ、恋する乙女は勝利の女神で、ヘブン状態をね、見ることができました。ね、皆さんもね、ぜひともね、デュエルラブ見つけたらね、購入して、自分でね、ヘブン状態を確かめてみてはいかがでしょうか。これに関しては、もうこっちのボディケアが本番だから、このゲームは。ストーリーはおまけだからね。ボディケアをね、ぜひとも体験してください。狂ってます。親愛なる同志諸君、動画の視聴、誠に感謝する。未だ、チャンネル未登録の者は、左のシンボルアイコンよりチャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、コアラズゲームショーは YouTube に存在し続けることをここに宣言する。